地下鉄のザジは1960年制作のフランス映画。フランスの詩人、小説家であるレーモン・クノーによる1959年発表の同名小説を原作としている。映画はルイ・マル監督のコメディ映画。フランス映画のヌーベルバーグ運動の先駆けとなった。ストライキで地下鉄が運行していないパリを舞台に少女ザジが街をさまよう様子を シュルレアリスム的でスラップスティックな表現で描いている。2009年9月より完全修復ニュープリント版で全国順次で短館上映されることになった。配給元はザジフィルムズ。地下鉄に乗るのを楽しみに地方から出てきた10歳の少女ザジが2日間パリに住む親戚のガブリエルおじさんに預けられる。ザジはおじさんの元を抜け出し、 地下鉄のストライキで混乱するパリの街を冒険するが、原田智世のバースデーアルバムに大抜き太鼓作詞作曲の地下鉄の座地が収録後にセルフカバーされている。映画地下鉄の座地撮影中にエッフェル塔から投身自殺した人物がおり、映画をスロー再生すれば足を確認することができる。ありがとうございます。